はい、やっと試しております。本日は令和3年11月28日、ここは中部地方最大のターミナル駅、名古屋駅です。さて、令和4年の3月5日からはいよいよ待望の JR 東海22年ぶりの新型電車315系がデビューするということになっております。私も新型電車のデビュー大変待ち遠しいところですが、新型の電車が出ると、廃止されるものがいくつかあるというのが世の常です。ご多分に漏れず、この315系の投入によってもそのようなことが行われます。そのうちの一つが、現在 JR 東海で走っている在来線普通列車の編成としては最長となる10両編成の列車の廃止です。現在 JR 東海中央本線名古屋地区名古屋中津川間では、JR 東海の在来線普通列車としては最長となる10両編成の列車が走っているのですが、これが315系の投入によってなくなるというのです。まだ JR 東海の公式からはそのような発表は一切されていないんですけども、過去の JR 東海のプレスリリースから考察すると、そのようになるだろうということが推測されるのです。というのもですね、 JR 東海の過去のプレスリリースによると、令和5年2023年にはこの中央本線名古屋地区で走っている普通列車の編成はすべて315系に置き換えられるということが発表されているのです。現在この中央本線名古屋地区では211系や313系が走っておりますが、それがすべて315系に置き換えられるというわけです。しかしながら、この315系は4両編成と8両編成しか作られないのです。そうすると、この8両編成と4両編成ではどう頑張っても10両編成という編成を作ることができないんですよね。それじゃあ4と8をつなげて12両編成を作ればいいじゃないかという声も聞こえてきそうですが、どうやらその可能性も考えにくいようです。というのも、中央本線名古屋地区では一部の駅で12両編成までホームの長さが対応していないようなんです。そうすると12両編成を作るっていうのもちょっと考えにくくて、今後10両編成が廃止されて、一番長い編成が8両編成になるだろうということが推測されるわけなんです。というわけで、今回はこの名古屋地区を走る最長の普通列車の編成10両編成に乗ってきたということでお届けしていきます。よろしくお願いします。というわけで、これから315系の投入によって消えてしまう JR 東海の最長編成10両編成に乗車をしていきますが、この JR 東海で走っている普通列車の10両編成というのは、関東地区 JR 東日本などで走っている10両編成とはだいぶ趣が異なります。時間もそろそろ出発の時間なので、車内から確認していきます。まずは1両目、そして扉を渡って2両目、今度後ろから3両目に渡って、また扉を渡って4両目に入ったところ、ここで1編成目が終了ということになるわけですね。そうか、4両と6両でこれは10両編成を組んでいるのか、なんだ普通のことじゃないかというふうに誰しもが思うところだと思うのですが、この JR 東海の10両編成は、そのような簡単な組み方をしていないのです。これが2編成目の2両目、そして今度2編成目の3両目に入ったところ、これで今度再びまた編成のつなぎ目があるのです。そう、一番後ろに4両をつないでおりまして、2編成目に3両、そしてこれ今3編成目に入ったところですが、これがまた、10両編成ですから残り3両あるというそういう組み方をしているわけです。3両足す3両足す4両で10両編成を組むというちょっと変わった組み方をしているわけです。ネットのミームに汚染された方なら334という言葉を聞いて、ちょっと思うところがあるかと思いますが、あえてここでは述べないようにしたいと思います。というわけで、編成の一番先頭までやってきました。というわけで、これからはこの JR 東海最長の編成10両編成が走る区間はどのようになっているのかということを、この全面展望でもって皆様にお伝えしていこうと思います。今回乗ったのは普通列車構造重機です。この中央本線名古屋地区には普通列車と快速列車というものが走っておりますが、快速列車といっても飛ばす駅はたったの4つしかありません。というわけで、ほとんど普通列車と同じといっても過言ではないと思います。行き先に関しても構造寺行き、多治見行き、水波行き、中津川行きというものがありますが、今回乗ったのは構造寺行きということになっております。本来であれば動画のネタとして乗るわけですから、一番遠くまで行ける中津川行きに乗るべきですが、構造寺から先の区間は山岳地区になりまして、正直言ってその10両編成の輸送量、かなり余っているというのが実態になっています。
というわけで今回はその10両編成の堂々たる輸送量、その輸送量に見合った構造寺までの区間を乗っていくことにいたします。まず名古屋を出発した普通列車構造寺行きは、しばらくして東海道線と名鉄線の下をくぐりまして、一番ね左側に出てきたところです。そして間もなくすると列車一つ目の停車駅金山へと滑り込んでいきます。これ面白いのが、先ほどまでは高架の区間を走っていた列車、今度ね金山駅の手前で半分地下になったお堀のような区間を走っていくのです。そして金山を出発すると、今度再び勾配を少しだけ登って高架の区間になっていくんですね。この変化のある車窓がね、これが中央線の魅力です。最初高架で走って一旦地下になり、そしてまた高架になる、これなかなかね面白いですよ。そして今度対向からやってきました列車は313系3両と211系3両の合計6両編成、この中央線は需要に応じて4両編成から10両編成まで組めるということになっておりまして、この列車は334の10両編成でしたが、対向の列車は33の6両編成、そのような柔軟な組み方をしているということになっております。そして列車は鶴間公園があるということで有名な鶴間駅へと進入していきます。そして鶴舞を出発してしばらくすると、またちょっと目を離した隙に列車は半分地下になったようなところを走っていきます。この中央線の、特に名古屋市内の区間はこのような変化が目まぐるしく本当に面白いです。金山と千種はこのように半分地下、そして名古屋、鶴舞、そしてその次の大曽根もまた高架の駅ということで、本当にね景色の変化が目まぐるしい区間です。これ要するに千種や金山は、かなり土地が高くなっておりまして、列車というのは勾配が苦手ですから、だったらその土地が高い部分は地下にしてしまって、なるべく勾配を上ったり下ったりしなくて済むようにということが図られているのです。列車は10両の停止位置にピタリと停車をいたします。サンパー3系特急信濃号はもうちょっと先に停車するのかな。しばらくはお城のお堀のような区間を進んでいきますが、大曽根の手前で再び列車は高架区間に入っていきます。そして大曽根を過ぎると、まずは名鉄の瀬戸線の下をくぐっていきます。この構造物もなかなかいかつくて見応えがございます。ここまでの駅、名古屋、金山、鶴舞、千種、大曽根は、全ての駅が地下鉄線との接続駅になっているということもありまして、それなりにね重要な駅が続いているんですね。そのため快速列車も全ての列車が各駅に停車をしてまいります。そしてこの大曽根を過ぎた次の停車駅新森山が、いよいよ快速列車としては初の通過駅ということになっております。しかしながらこの列車は普通列車ということで、次の新森山にも律儀に停車をしていきます。今渡っている川は矢田川ですが、ここでねガラリと景色が変わります。今まで大曽根までのところはだいぶね名古屋の都心という印象がしましたが、この川を渡ってくると名古屋の都心というよりは名古屋のベッドタウンという印象になってくるのです。この一つ川を渡っただけで一気に景色が変わる、これがね中央線の面白さです。というわけで列車はだいぶ速度を落として新森山に進入していきます。ちなみにこの新森山では特急列車ワイドビュー信濃号の待避待ちをするということになっていたようです。特急列車を先に通してこちらも出発。ここで車内にカメラを向けてみますと、最初名古屋駅ではかなりの席が埋まっていたのですが、もうだいぶね席が空いてきております。この夕方の日曜日の夕方の時間帯だと、さすがに10両編成というのはここでも過剰な輸送量ということに、ね、なっているのかもしれません。そしてここで渡っていく川は今度庄内川、この新森山までは名古屋市内の駅ということになっていましたが、ここから先はいよいよ名古屋市を脱出してこの春日井市に入っていきます。というわけで名古屋市を脱出して最初の駅勝川駅へと進入していきます。この辺りは新森山と続いて、かなりね名古屋のベッドタウンという印象、この日曜日の夕方の時間帯だとさすがに、そこまでの利用客はいないんですけども、平日の朝夕はかなりの利用客がいるということが推測されます。
これね、現在10両編成で運転している朝夕のラッシュの列車が急に8両に減ってしまって、果たして大丈夫なのかっていうのは正直ね、心配になるところではあります。現在の輸送量から急に2割減ってしまうわけですから、本当にね、大丈夫なのかと心配になるところです。むしろ私の10両編成は廃止になるという推測は外れてくれた方がこの辺りの人にとってはいいんじゃないかなとすら思ってしまいますが、まあ、とはいえ動画の最初の方でも述べたように、まあ、ほぼ 100% の確率であと 1,2 年のうちに中央線の10両編成は廃止になります。ちょうど対抗の列車も10両編成ですが、これなかなか面白いですね。間の313系を211系でサンドイッチしてる、ちょっと変わった10両編成を組成しています。列車勝川春日井と停車をしていきまして、次の駅は神領駅です。この神領は快速列車は通過するということになっていますが、このように車両基地も存在しておりまして、鉄道マニア的には結構面白い駅です。今度デビューする315系もまずこの神領の車両基地に配属されるということになっております。今日は315系いないのかなと思ったらね、いました。駅のすぐ近くにこのように315系が留置されております。この315系がデビューすると中央線の景色もガラリと変わることでしょう。というわけで列車神領を過ぎますと、次はいよいよ終点の構造寺です。この辺り線路周辺がかなり空いているように見えますが、そう、この辺りもともとは複々線にするという計画があったのです。現在それがポシャってしまったということで、ちょっとね、鉄道マニア的には残念な気もいたしますが、一方で現在この中央線の10両編成が8両編成になるということが決まっているということを考えると、当時これがポシャってしまったというのは先見の明があったとも言えるのかもしれません。というわけで今回は315系の投入によって消えてしまう JR 東海在来線普通列車としては最長となる中央線の10両編成を紹介してきましたが、いかがでしたでしょうか。個人的には朝晩のラッシュ、突然2割も輸送力が減ってしまって大丈夫なのかという心配こそありますが、一方で例のウイルスの騒動によって生活様式が変化し、今までほどの輸送力供給というのは必要ないのかもしれないなとも一方で思うところでございます。ちなみに名古屋地区の10両編成の特徴として、短い3両編成や4両編成をつなげて10両編成を組成するというのがありましたが、こちら見てください。面白いのが、先ほど乗ってきた列車は折り返し名古屋行き10両編成としてこの構造寺を出発しますが、6番線にやってきた列車はこれ快速列車水波行き4両編成なんですね。これこの駅が始発ということではなくて、名古屋からこの4両でやってきたということですから、これなかなかね、違和感ですよね。片や10両編成の普通列車、そしてその後続は4両編成の快速、この違和感がね、なかなか面白いのです。とはいえこのような10両編成や8両編成、6両編成、4両編成という様々なバリエーションのある編成というのももうじき見納めになります。ぜひ皆様も中央線の10両編成乗られてみてはいかがでしょうか。というわけで今回の動画は以上となります。最後までのご視聴誠にありがとうございました。よろしければチャンネル登録もお願いいたします。ありがとうございました。